昭和47年夏の十和田湖です。そのほとりにある十和田湖孵化場では、ヒメマスの稚魚を放流する準備が進められていました。かつて魚の影すら見えなかった十和田湖ですが、明治36年、ワイナイ貞之さんがヒメマスの養殖に成功。以来、十和田湖を代表する魚として親しまれています。十和田湖は水がきれいで水温が低いため、ヒメマスの生息に適しているといいます。秋になると成長したヒメマスが産卵のために放流した場所に帰ってきます。体長およそ30センチ、成熟すると魚体は赤く染まります。次の年に放流する稚魚を育てるため、採卵し孵化させます。ヒメマスは昭和10年頃には十和田湖名物として有名になっていました。十和田湖のヒメマスは漁獲直後に内臓を取り除き、その日の朝早く出荷しているので鮮度が抜群。身が引き締まり臭みがなく、淡水魚でありながら脂が乗って美味しいと評判です。十和田湖ではヒメマスの養殖に成功して以来、毎年稚魚の放流が続けられています。